ああ、でも自由時間はまたあるって言ってたそうだよね。し。うわー、何？すごい。メリーゴーランドじゃない？だね、これはね。え、なんか可愛い。名前予想しよう。なんとかメリーゴーランド。ゴーゴーメリーゴーランド。いいね。え、見た目一番好きかもしれない。ね、可愛い。さすが、はやてくん。じゃあ、はやてくんも、あと少しで10枚集まるんだ。お？ほんとか？当然だ。おお、ほんとだ。おお、何枚あんのこれ。1、2、3、4、5、6、7、8枚。あ、ゆずり派と一緒だじゃん。うん。ゆずり派だけじゃなく、はやてももう8枚か。すごいなら、ゆずり派かはやてについていけばよかったのか。こら、それはダメだぞ、ブルー。ということは、ゆずりはちゃんとはやては、ひょっとしたら、このアトラクションをクリアすれば、いよいよ10枚を超えるのでは？お前も、なかなかやるな。おお！いや、最高の褒め言葉でしょ。ね。でしょ？みんな。かわいい。いいなぁ。え、めっちゃ可愛い。いいね。うわ、なんだここ。この辺りだけ、まるで夜みたいな。みんながさ、これ、なんかネオン調な感じでちょっとほわってなってるのめっちゃ可愛い。うん、確かに。あの、ゆずりはちゃんたちがさ、寝てた場所もさ、あ、なんかネオンっぽい雰囲気だったし、ここだったんじゃない？なるほど。ブラック、やはり来たか！ゆう先生、呼んできたよ。これで7人揃ったぞ。7人チューした。ちょっとやめてやめて、雰囲気壊してごめんごめんごめん。またみんなのためにメダルを集めるのか。そうだよ、ハヤテ。でもそれだけじゃない。ユウ先生は狼さんチームだって放っておけないわ。放っておけって言われてもね。だっさ、私もハヤテくんももうメダル8枚。あっという間にもうすぐ脱出だから。先生のやり方じゃこうはいかないでしょ。7人いるなら挑戦できるだみ。改めてルールを説明するだみ。だみだみ、ここは。ここは？あー違った。あ、でも5! ね、5じゃん。メリーゴーサーキットだみ。あ、てか本当だ、なんか旗ってる。あ、本当だね。信号機と、うん、メリーゴーサーキット。メリーゴーランドじゃなくて。参加メダルは1人1枚。お、優しい。参加者7人とデミ1人の合計8人でレースするデミ。ね、これデミに負けた人は脱落とか言わないの？ゲームオーバーデミ。デミ、はあ、メリーゴーランドでレースっていうのが何回聞いてもよくわからないです。デミより先にゴールできればクリア。メダル4枚あげるデミ。わーい。あー、よかった。デミより後にゴールしたら失敗、メダルなしデミ。あ、じゃあよかった、全然いいじゃん。そしてビリー、そしてビリーは、ビリーは、あ、違う、え、どういうこと、え、え、もし乗り物が壊れちゃったら即ゲームオーバーだよみ。はい、このゲーム危ないと思います。危ないですね。ゲームオーバーありか。壊れやすい機体とかがあるんじゃないでしょうか。いや、なんか障害物とか、あと怪物系追ってくるんじゃない、うん、あるかも。1位じゃなくてもメダルがもらえるなんてかなりのぬるゲーだな。いや、ぬるゲーって言った瞬間に鬼畜ゲーに変わっちゃうのよ、こういうの。これ参加料が安いのが多分味噌なんですよ。うん、そういうレースゲームはゲームで何回もやってるんだよ。俺は一足先にこいつをクリアしてユーロピアから脱出させてもらうぜ。そんなフラグ立てないで。いや、ほんとね、うん、1位の子には特別に4枚じゃなくて5枚あげるだみ。うわ、1位なら5枚か。僕の今のメダルは6枚、参加料に1枚払っても1位になれば10枚狙えるぞ。クス、そうだね、僕も頑張らなくちゃ。協力じゃないってことだね。あ、
そんな細かいルールはどうでもいい。つまりだ、それぞれがカエル卵より先にゴールすればいいだけのぬるいレースアトラクション。それだけの単純なゲームだろ。さっさとやるぞ。いやー、ちょっと嫌な予感しかしません。嫌な予感しかしませんね。確かにルールはそんなに難しくない。レースゲームは俺もやったことあるし、何でどうレースするのかって部分だけよくわからないままだけど。私落馬とかしたらなんか大変、怪我とかもありそうだしな。落馬はある、うん、準備ができたら入場ゲートに入ろう。暴れ馬になっちゃうかもしんないしな。あるな、なんかこれ馬の操作ありそうだよな、うん、最後の自由時間来ちゃった。やったね。メリーゴーサーキットでは黄昏横丁と同じように、ようにあ、ライフ、あ、元気がなくなるとゲームオーバー。不安な人は子供たちと仲良くすると元気を増やせるかも。え、増やせるかも。いいじゃん。ねえ。あ、間違った。話しかけていくか。うんうん。あ、ユウ先生なのら。ユズリハもハヤテもすごいなら、メダル分けてほしいなら。どうしたブラック、ヒーローの助けが必要なのか。今度こそヒーローの出番だな。余裕で1位を取ってやるぜ。どうしたの？クリアには関係なくてもメダルがたくさんもらえるなら僕は1位を取りたいよ。このアトラクションはカメラマンとして私もやるですよ。ゆずりおちゃんなら今日も楽勝で取れ高バッチリです。なんか関係ちゃんと戻ってんのすごいな。ね、なーに、言っとくけど助けなんていらないから。先生も自分の心配したら。何やってんだ、さっさとやるぞ。あ、好感度上げられない。あ、ほんとじゃん。いやってことはよ、うん、ってことは、あ、待って、あげる必要がないキャラってなるんじゃない。そうですね。あれ、あらら、なんかライオンちゃんたちに話が振った割に意外とヤギさんチーム何もないな、うん、もしかしたらこれだけじゃないとか。あー、ヤギさんチームもある、もしかしてなんか、うん、裏でなんかやってるとかはありそう、うんうん、終わった後に。あー、懐かしい。頑張り山、頑張り山5枚、え、あ、ダメか、はい、あー、ダメなんだ。ってことは参加できるのはあれ叩くやつだけかな。じゃあ集めてちょっと好感度上げたりしようか。集めたいよ全部。やる、いいよ。やるわ、ちょっとめっちゃ頑張るわ。オッケー。あ、ハリセンで挑戦できる。お、いいじゃん。すごくいい音が鳴りそうな気がする。急に IQ 下がるな、お姉ちゃん。行くぜ、いい音鳴るよ。爆発してる。やった、10枚。おぉ、すごい。いっぱいやろう。よし、じゃあ、ダイヤくんとヒカルちゃんの酒見ちゃおうか。行こうか。オッケー。プレゼントあげる。おぉ、すげえ、すぐマックス。めっちゃ上がったね。お、ゲット、お守りのかけら1？ん？何それ？あ、もしかしてこれくれるの？ありがとう、ダイヤ。短っ。何お守りのかけらって。アイテム、ん、持っているだけで元気が湧いてくる。あ、4つ集めたら1個ハートもらえるんじゃないか、これ。あ、なるほどね。あ、渋い。渋いって言わないで。好感度でも。アトラクションに挑戦するんだ、狼さんチームのことよろしく。今日は何を生み出そうかな。闇に集まる狼さんチーム、それはそれでスタイリッシュかも。オッケー、あげよう。あ、だいぶ伸びるね。で、もう一個あげちゃおう。はい、先生、アートの1ピースをあげる。これは多分たくさん集まってこそ輝くから。
うん、お守りのかけら。確かに不思議な力を感じるな。ありがとう、アキ。終わりだ。みんなからかけらもらえるフェーズって感じちゃうかな。そうだね。じゃあ、ヒカルちゃんにもあげよう。あげて。もう好感度だいぶ伸びてるってかあるんだもんな。あれ、メダルあげたから。うんうんうん。オッケーオッケー。ありがとう、ユウ先生。これ好きなんだ。笑顔かわいい。天使。そうだ、ユウ先生。これいる？拾ったんだけど、私は使わなさそうだから。おー。あ、もう僕頑張る。はぁなんだろう。ありがとう、ヒカル。ああ、もう、これで勝てるわ。あ、じゃあこれ、やっぱ普通にみんなに上げて好感度上げてった方がいいな。マリアちゃん。はい。ああ、かわいいやつだ。ありがとう。先生、これあげる。かけらだけど、お守りみたい。うん。お、不思議なお守り。おお。おお、え、おお、やった、やっぱり最大値上がったね。さすが。じゃあ、ありがたくもらおうかな。ありがとう、マリア。これあれか、最大値が最高で5個になるってことかな。うんうんうん。岡田めっちゃ好き。いいなあ。あ、ゾウヤちゃん忘れてたな。ゾウヤちゃんか。ゾウヤちゃんなんだろう。ゾウヤちゃんはねえちゃん、あ、いちご納豆チョコ。いちご納豆チョコ。おはぎでもいける。折り紙セットもいける。うん、あらららららら。あららら。あ、なんか進んでる？あ、進んでるわ。もうね、あの、話しかけただけで好感度マックスだったわ、ライオンちゃん。あ、ほんと？うん。些細なものではありますが、こちらを、何か岡田先生の役に立つのではないでしょうか。お守りのかけら。ゆう先生がもらっていいの？ありがとう、ライオン。びっくりした。なるほどね。オッケー。手帳券、あ、もうマックスやん。はやてちゃんたち、すぐに帰ってくるんですよね。おかちゃん、これあげます。なんかのかけらみたいです。そうか、じゃあ詰めてみようかな。ありがとう、ライム。みんなくれるね。いちご納豆じゃあおはぎでいけるかな。おはぎ、オッケー。うん、ありがとう。僕、これ結構好きだよ。あ、マックスなんだ。本当だ、あげちゃおう。先生にこれあげる。多分持ってるといいことあるよ。ありがとう、ゾウヤ。それは楽しみだな。やったー。シンタくん、変形おもちゃだよー。あー、飛ばしちゃった。変形おもちゃだよー。オッケー、オッケー。おー、これ好きなんだ。さすがブラック、俺のライバルにふさわしいぜ。ライバルなんだ。ブラック、お前にこれを預けよう。ヒーローにはこんなの必要ないぜ。やった、やった。あ、そっか、じゃあ最大値6になるのか。やった、行くんかな、まだ。うん、いいの、ありがとう、シンタ。オッケーオッケー。で、はい、オッケー、ナイス、オッケー。さっき変なの拾ったです。生えないし、先生にあげるです。うん、ありがとう、まどか。じゃあ遠慮なくもらおうかな。今回短いな。そうだね、好感度低く。え、低く、マジ。はい、全然いかないね。まあいいじゃない、ありがとう、もらっとく。まだ足りないね。足りないね。かなたくんに。かなたくんも低く。低く、低く、マジ。やったー、ありがとう。ひなたも喜んでるよ。やば、全然足りんよ。足りないね。うん。ちょっと、まあ、まだチケットありますからね。そうだね。いっぱい溜め込んでるからな。うん。ポテチ、オッケー。しょうがないな。これあげるよ。ひなたもいらないって言ってるし。やったー。これは何かのかけら？ありがとう、かなた。で、はい、おはぎ。俺、あげる。私は別に頼んでないけど、もらってばっかりじゃすっきりしないし。いい子。ふーん、ありがとう、ゆずりは。大事に取っておくよ。いや、みんななんだかんだくれるんだよな。くれないのは君だけだ、ハヤテ。
本当だよ、うん、はい、よし、これあと1個でいくね、うん、えい、オッケー。これゆう先生にあげるなら食べられないし、いらないなら。やったー、6個だ、すげえ、すごい、ごついごつい。ありがとう、バタル。でも何でも食べようとしちゃダメだよ。みんなの思いがパワーになるんだ。うん、やった、足りましたね。全員分のエピソードが見れるとかっていうわけではなかったけども、うん、最大値がパンパンになりました。そうだね、そしてチケットは1枚になりました。減ったな、うん、じゃあやるか、やるか、やっちまおう、行こう。準備できたでみ、あれできたよ、どうすんの、あれ、あー、こうなるね、オッケーオッケー、ふぅ、いくぜ、いくぜ。よし、さっさとやるぞ。ユーロピアとは今日でお別れだ。お別れって言い方すんだ、かわいいな。ま、ハヤテくん待って。ユズリアちゃん待ってください。意味深な三点リーダー。三点リーダーおもろい。あ、あ、かっこいい。え、演出が、え、ちょっと待って、イラストどうした、すげえ。え？は？なになになに？なになになに？メリーゴーランド、メリーゴーランドみたいに、この馬にまたがって。めっちゃ BGM 既視感ある。ね。ここからどうなるんだ？というか、なんでこの乗り物全部外側を向いているんだ？え？ほんとだ！あ、どういうルールになるんだこれ？なんなんだ？いうかさ、馬だけじゃなくない、うん、なんか左のやつとかハムスターじゃない、あれ。ほんとだ。しかもなんか鳥みたいなのいるな。ね。なるほどな。始まればすぐにわかる。騒ぐな。かっこいい。かっけえ。あたしとハヤテくんは、一足先にここから脱出させてもらうから。ゆずりはちゃんのボール、ばっちり撃射します。一位はひなたのだぞ。1位になるのはこの俺だ。あれだ、みんな競争はしなくていいんだからね。カエル卵より先にゴールすればそれでいいんだから。これ先にゴールってどういう判定になるんだろう。っていうかゴールどこなんだろうね。ねえ、それではスタートしますでもいい。3、え、2、え、1、来るぞ、ゴーデミーな、え、え、わあ、変な世界に来た、レースになっちゃった、メリーゴーランドの馬が走ってる、やばい、暴れ馬フラグだよこれ。これ絶対僕上下キーで避けると思うんですけど、というかいつの間にこんなコースが、助けてくれ、あ、かわいい、かわいい、ユニコーン。そんなのユーロピアでは考えるだけ無駄でしょ。かっこいい、かっこいい、タカじゃん、面白い。だがどんなにリアルでもレースゲームはレースゲーム。このアトラクションもらった。うわ、歩いてんじゃん、かわいい。おー、すげえ。早い早い、1位はレッドがいただくぜ。やったよ、もう体力とかあんじゃねえのかな、かわいい、ほんとだ。シンタ、ルール分かってるです。カエル卵より先にゴールできれば順位は関係ないのに。早い方がお得なのだ。かわいい、ハムスター。まあそれはそうです。イズリハちゃんのベストショットのためにはカメラマンが前にいないとです。おお、あ、あんまり飛ばしすぎちゃダメだよ、危ないから。途中で体力なくなりそうじゃない、この動物たち。あ、ありそう。うん。で、おうおう、おー、来た。カエル卵、あんまり早くないね。あ、遅い。待って、かわいい。でもいい、でもいい、でもいい。いやー、絶対裏がある。
それはせやな、うん、カエル卵に追いつかれないことだけが条件なら、みんな競う必要はないから安全にゴールを目指そう。カエル卵がガーって口開けてデミデミして壊してくるのかな、やっぱ。あー、なんか飛ばすとか、うん、舌とか、うん、僕は1位取りたいから。おお。お先生、こんな時までそんなこと言ってんの？私はみんなで仲良くなんてダサダサなのはごめんだからね。岡田もそういう考えはさっさと捨てる、しゃしゃしゃい、さっさと捨てるんだな。ハヤト君、噛まないで。口も早くなってるよ。そう、テンション上がっちゃって。そうなるよな。あ、共感してくれた。せめてみんなから離れすぎないように走るしかない。うん、お来たね。うわ、路上に障害物が。コースにはいろいろなものがあるでみ。マシンが加速するスピードアップに、うん、加速が溶けちゃうスピードダウン、そして当たったら痛い障害物。当たったら痛い。マシンが壊れないように注意するでもいい。痛いんだな。やっぱ壊されちゃうんだマシン。うん、痛い上に壊れちゃうんだな。ね。メリーゴーサーキット来た。行くぜ。ひえ。ね、前回頭使ったから今回体使うね。そうだね。あ、でも、あ、なるほどね。待って、マリオカートじゃん。ね。障害物なんか知るか。可愛い。ピヨヨ頑張って。えい。あ、取れなかった。障害物はちゃんと避けないとですよ。はーい。結構ダウン多いねスピード。よしね。あ、なんか来る。お、え、何何何。ああ、どうした。え、なの。ぶつかっちゃったか。ナノラが行っちゃった。ね。ハヤテくんの尻尾が見える。本当だ。みんな安全第一へね。よし。頑張る先生。うまい。早い。上手くない？早い。遅い。上手くない？いや早すぎる、ちょっと目が追いつかない。ね、僕も追いついてないよ。うん。あ、ハヤテくん抜けそう。よし。頑張れ。うわ、危ない。ああ、来た来た。飛ばすなら来た。ちょっと、なんでさ、渡る側障害物になってるの。ああ、それな。え、ちょっと待って、早すぎ早すぎ。全然見え。早い。見えないのうまいな。ゆずりはまず見えないけど、全然。ね、あ、てかもうすぐゴールだよ。マジ？うん。お、お、来た来た来た。ゴール。お、チェックポイントつく。あ、スピード、はい。もうハートはいらんな。うん。まずは4分の1ってところかな。カエル卵は最初からずっと後ろの方を走ってるな。気になるね。え、どうなってんだ？ね。様子を見る必要もなかったか。さて、俺もそろそろ本気で。お、お、お、お。あ、あ、あれ、待って待って、怖いよ。はあ、ハヤテはなんだかんだ冷静だね。ちょっとスピード落としてくるんじゃないのこれ。やっぱりゲームでもまずは焦らず様子見から始めるのが勝ち筋なの。まずい。ああ、ま、そんなところだ。まずいよ。あれ、なんか景色が。え？おー、変わるんだ。おー、すごい。景色が変わった。第二ステージ突入ってところか。やっぱりただのレースじゃないよな。こうなると何が起こるかわからないぞ。みんな変に競争しなくていいから障害物をしっかり下げていこう。さ、まだ障害物が流れてくるぞ。壊れないでよ、ハヤテくん。いや、ハヤテくんいなくなられちゃ困るよ。いや、ほんとだよ。そう、もうめちゃめちゃ好きになってんだから、第2話で。あ、でも一緒に走ってくれそうなんか。待って、でも、は、あ、手が滑った。なになに？うん。えい、ちょっと避けちゃった。危ない。ちょっとあんま速くなりすぎても見えないんだよな。手が滑ったんだって、グスグス。かわいい。あ、なんか来るな。どいてくれ、ブラックー。来た来た、あ、追ってた。あ、危ないよ。怖い怖い怖い。やばい、ハヤテくんの様子が取れねえ。
ね、全然スピードアップ取れんけど、でもそれじゃ追いつかんぐらい速いもん、うん、そうなのよね。まあね、どんぐらい速いかっていうと、僕のノートパソコンのスペックが追いついてなくて、画質がクソ落ちるぐらいには速いです。だいぶだ。実はさっきからね、文字がすげえ見えない。あららら。そう、速いよ。速い。ちょっと目が、あ、出てて。頑張れ。あ、落ちちゃった。ヒーローは負けないのだ。来た来た来た。これで私が1位ね。おお、クソとか言うんだ。はっ。お、起きた起きた起きた。オッケー。スピードかな。スピード3とかよ。なんか増えてんだ、右上。なるほど。みんな特に問題はなさそうだな。この調子で進めればいいけど。うん。お？お？おー、変わったね。おお。あれ、てか、はやてくんどこ行ったの？ね、確かに。また知識が変わった。中間発表だよみー。今のチェックポイントって大体半分を超えただよみー。お？今1位の人には無敵バリア1回分プレゼントだよみ。無限バリアはもう勝ちよ。勝ちです。おお。あ、譲り物すげ え、みんな光ってて可愛いねえ。1回だけ何があってもバリアが守ってくれるボーナスだよみ。譲り葉ちゃんに付与されたな。ねえ、はやてくん、あ。うん、悪くない気分ね。もう何があっても悪い方向に考えるもんな僕ら。最高です、ゆずりはちゃん。ゆずりははクリアさえできれば1位じゃなくてもいいはずだよね。邪魔するなよ。なんかかなたくんの顔めっちゃ可愛くない？え、本当だ、自撮りじゃん、ね、うん。ダッサ。1位になりたいなら自分で私を追い越せばいいでしょ。え、ちょっと待って、この顔ずる。え、この二人かわいい。ねえ。新しい組み合わせ。今のところ1位は譲り派か。さすがだな。あれ、そういえば、ハヤテは？なんかじわじわ下に下がってった気がするんだよな。いや、そうなんだよ。さっきの時だけちょっと下がってたんだよね、最初より。うん、いつの間にか先に行っちゃったのか？いないのよ。はあ。いやー。え、待って待って。最下位だ。え？パッと見いないような。まさか。後ろ。あ、はやて。はやてく。はやて。くそ。なんだこれ。さっきから、マシンがどんどん重くなってるような。それに変な音もしやがる。全然スピードが出ねえ。どうしたの、ハヤテ、トラブル？知らねえよ。くそ、どういうことなんだ。勝手にマシンが遅く。あ、うわ、まずい、待って。もうこんなに下がっちまったのか。なんでスピードが出ねえんだ。ターゲットロックオン、範囲条件クリアだよみ。なんだ。待って。あ、待って。やだやだ。あ、待って待って。あ、攻撃するよね。よ、あ、やばい。お出て。え、飛ばす。あ、捕まれちゃう。なんだなんだ。後ろでカエル卵が変形したぞ。カエル卵ロボットなのな。失効するだよみ。まずい。まさか。やめてやめて、やだやだ。ハヤテのマシンを直接壊す気か。あげる。お前やめて。くそ、来るな。まずい、ハヤテ今行くから。ハヤテくん、道開けて。あ、やっぱり。無敵バリア食らいなさい。レオミ、ゆずりは、なんて無茶な。でもお手柄だよ。大丈夫、ハヤテくん。
1位から落ちてきたんか。ねえ、そうだよ。余計なおせっかいだったかもだけど、ちょっと危なそうだったから。やっぱり私、出しゃばっちゃったかも。はやてくんに私の助けなんていらなかったよね。ごめんね。いや、正直助かった。なぜかマシンの調子が悪かったんだ。ダサいとこ、見せちまったな。そんなことないよ。ほら、ハイタッチ、イエーイ。しょうがねえな。嘘、なんだそれ。何このお話。やばい、エモい、無理。なんか急にマシンが軽くなったような。何？え、逆にゆずりはちゃん重くなったとか言わないよね。あの、え、それがなんか味方が近くにいると速くなるとか。ああ。仲間か。あ、はあ。まるでデバフが解けたみたいだ。さっきまであのカエル卵に何かされてたってことなのか。お？え？わからねえ。まあ、もういい。こっからが本番だ。行くぞ。ゆずりはちゃん？ん？重くなってんじゃない？あれ、なんか、マシンに模様が。何これ、レベル2。ハイタッチでどんどん変わってくんだ。で、変わった先の人がどんどん重くなってくんだね。ゆずりは、怪我はない？え、これ。待って。当然でしょ？いちいち気にしなくていいから。いや、ダサいとこ見せれないって言ってたじゃん、ゆずりはちゃん。待って。いやだ！でもこれさ、ゆずりは脱落して早ってどんな気持ちになるんだよ。それな。いや、ぐちゃぐちゃになっちゃうよ。